ドラゴン桜2東大監修をしてました。倍数やものに注目、特に今回は平方数。学びをエンタメに。どうもパソコンの先生部です。さあ今回は5位で分ける先生問題シリーズ、面白い良問ということでですね、さあ今回2024年オリジナルの超良問を持ってまいりました。ちょうど前回は3条だったんですけれども、今回2条ですね。僕はですね、ドラゴン桜2というね、ドラマが確か2021年ぐらいにね、あったんですけれども、その東大監修をしてました。その時に作文したものでね、結構似たようなものであったんですけれども、その改良版です。今回オリジナルで作りましたけれども、今回個数多いわけですよ。で、個数多いんだけど、何が大事かっていうと、この整数問題の3大解法、めちゃめちゃ使えます。なんならこの2番と3番。この組み合わせがすごく大事です。いろんなことあるんですけれども、その思考プロセスや考え方、そういったものをぜひね、盗んで早速活用してみてください。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずこちらね、見たときにどうですか？まあ前提ね、因数分解っていうのは、これできる問題正直簡単です。因数分解がすぐにできるよって問題はもう簡単なので、これ今回使えません。はい、2乗足す2乗足す2乗と。そうしたときに、まず何をするんだと。2024、まあ条件から範囲を絞るとありますから、まあできる限り絞ってみましょうか。前回のおさらいです。このような形を見たときに何をするんでしたっけ？はい、せーの、対称性でしたね。対称性より、こうですね。自分でこういう風に範囲を設定してあげる。これ大事でした。ちなみに言うと、対称性ね。どん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 パスラボの動画って過去の問題をね、引き継いでこの授業してますから、せっかくなんでね、この合否を分けるシリーズ、あとか全パターン解説ね、ぜひぜひ見直してみてください。対称性よりこうなりますよ。じゃあこのおかげで条件から範囲を絞れるわけだけど、どうですか？例えば、こうなりますよね。この真ん中が2024。A 事情や C 事情っていうのは絞れそうだし、一回やってみましょうか。3で割ると、はい、こうなる。そしてですよ、そして、もちろん今回自然数ですから、A っていうのは1以上だし、C 以上っていうのは当たり前ですけれども、2024未満ですよ。あ、以下ですよと。はい、ってことは、例えば、はい、674とありますけれども、どうです ?670 に近いもの。例えば、じゃあ25の2乗。これは625ですね。じゃあ26の2乗はこれどう？はい、2626。676。はい、こうなりますよ。ってことは、相手ことは、ここ、使うかどうか分からないにしても、まずここから、A っていうのは1以上25以下と分かるし、そして C っていうのは、こうなります。そして2024、これ絶対大事なのは、なんとか5の2乗。なんとか5の2乗。なんとか5の2乗っていうのは、どうなるかっていうと、このなんとかかける、それにプラス1をしたものが、どこに来るの ?100 の位以降に来ます。で、最後、25ですよ。例えば、45の2乗。だったら、4×5 したら20来るわけです。で、25。ここに当てはまるのが、来るわけです。なので、2020を見たときに、ああ、45の2乗が2025だったよな。ってことは、その45をギリいかないので、44になるだろう。こうやってまず範囲を絞ってみてください。ただし、これ、A はね、25種類あったり、C も19種類あるわけなので、まだまだ範囲を絞れきれてないわけ。じゃあ、そうするときに何が起きるかっていうと、ここ、倍数やものに注目。特に今回は、平方数に注目できたよね。パスラボの全パターンやってるよって人。平方数って何が弱点なの？はい、平方数。何が弱点かっていうと、モッド3とモッド4が弱点でしたよね。これ復習しましょう。N というものがありまして、N の2乗したら1、こうなります。これのモッド3は011。3で割った余りは0か1。平方数は3で割って余りは0か1しかないわけ。こう考えたときに、モッド4はモッド4となるかというと0101。これも4で割った余りは0か1しかないんですよ。この辺を実は平方数みたいな使います。さあ、今回あと2024っていうのは、前回やりましたけれども、はい、2の3乗かける11かける23でしたよね。まあ、8の倍数なんだから、これを見たときに、前回何言ったかっていうと、はい、モッド8で考えてもいいですよ。モッド8で考えてもいい。また別にモッド4でもモッド3でも、分かりやすい方で行きましょう。じゃあまず、はい、モッド、じゃあ3って言うとどう ?2024。2024はこれモッド3で2余りますよね。ってことは、1つが3の倍数だろうなって分かります。あんまりこれは絞れない。絞れないから、もっといいもの。じゃあ、モッド4はどうなる？モッド4は何になるかっていうと、はい、3つを足したら4の倍数になります。これ0か1なわけですよ、余りが。4で割った余りが0か1、0か1、0か1。こう考えたときに、まず、4で割った余りが0なわけですよ。で、それぞれ余りは0か1、0か1、0か1。なるわけだけれども、足して0になるってことはどうなの？これは、ここじゃなくて全部0になるわけです。じゃあ、モッド4で0になるってどういう時だっけっていうと、ここ見てください。L っていうのは4で割って、まあ0余る。つまり4の倍数か、4で割って2余る。まあこれ何が言えるかっていうと、偶数しかありえないよね。それぞれが4で割って余り0。つまり4の倍数であるためには、
こうなるわけですよ。つまり ABC が全部偶数、このおかげで一気に2024っていうのがちっちゃくなります。よっしゃと。ちなみに、それぞれ今回、はい、C ここで出してますから、ラージ C はこうなるわけですよ。まあ A も同様になんですけれども、これだと何種類、10種類一気に下がったよね。10種類ぐらいならぶっちゃけしらみつぶしはねできるんじゃないかなと思うんですが、はい、これを元の式に代入しましょう。すると、2024を4で割ると506。さあ来ました。じゃあここも同様に考えてみましょうか。はい、まずモッド3だったらどう。モッド3だったら余りが2で0か1なので、はい、まあ、どれかが0で、あとは1。つまりモッド3で言うとどれか1つは3の倍数と分かりました。もちろんここでじゃあ A が3の倍数の時してもいいんですけれども、後でね、このおそらく C のこの10種類をねバーっと倍分けできるので表にまとめるので、そこで絞りましょう。じゃあその次、同様にモッド4で考えると、はい、モッド4で考えると、まず506っていうのは4で割るとまた2余ります。ってことは、はい、これ011。じゃあここから何が言えるかっていうと、まあ、0が1つだけ、つまり偶数1つ、偶数が1つと奇数が2つなんだよということは分かりました。で、確かにこれだけでも後で絞れますよ。じゃあ今回何言ったかって、ここではモッド8、今回はあえてねここでモッド8使えませんでしたけれども、ここで面白いのものが、モッド4とモッド8ってどういう武器なのか、どう違いがあるのかっていうのをちょっと感じてみてください。この段階モッド4だと何が分かるかっていうと、まあ、偶数か奇数かが分かりました。これって偶数でね倍分けしてもいいんですけれども、まあ、こうなるわけですよ。じゃあモッド8だと何が違うの、全く同じだと思う人、まあ同じっぽく感じますし、なんなら506って8の倍数ではない。はい、506は8で割って2余る数ですよ。じゃあモッド8考えるとどうですか、こうなりますけれども、ここと同意に考えましょう。はい、4、5、6、7。それぞれ2乗します。はい、ここでモッド8を考える。8で割った余りを考えると、はい、0、1、4、1、0、1、4、1。なんとですね、モッド8っていうのは、8で割った余りですけれども、0か1か4なわけですよ。0か1なのか4の。で、それぞれ足したら、今回506っていうのは、8で割って2余りました。ってことは、2と。じゃあこれどうすんのっていうと、確かに2を作るためには1が2つ必要だと。あとは0じゃなきゃダメ。じゃあここで、8の倍数になるってことよ。ここはぶっちゃけ1って全部奇数なわけですよ。だから変わらない。この8で割って1余りってことは奇数だよね。これは変わんないですよ。でも、ここ、0と4って何が違うの ?0 の時っていうのは何、何 ?8 で割って0余るか、8で割って4余る。すなわち、4の倍数だよってことなんです。ただの偶数じゃなくて、このおかげで何が言えるかっていうと、ABC は4の倍数が1つと奇数が2つだよということがわかります。別にこれね、モッド4だけでも絞れるんですけれども、やっぱりこのモッドと条件から範囲を絞る。これを丁寧に丁寧にやってるっていう人はかなり絞れます。じゃあこっから、このいろいろね、この3つ、まあ特に2つか、条件分かりましたから、あとは何するかっていうと、C、この10通り書きましょう。これもね、しらみつぶしなんですが、工夫する必要があります。しっかり範囲絞っていきますよ。じゃあ C が決まったら、例えば、C が13の時、C 事情っていうのは169だよね、と。ラージね。じゃあここに代入すると何が分かるかっていうと、はい、A 事情プラス B 事情。これは分かります。これは506から169引いてますよ、と。はい、したら337。これ丁寧に書きましょう。今回じゃあ C が決まって、A 事情プラス B 事情とありますけれども、そもそもまた範囲絞りましょう。これだとよく分かんない、なってる人は、この B 事情ってどういう範囲？まず、B 事情は、この、ここで設定しましたから、当たり前ですが、ここに書きましょうか。B 事情っていうのは、はい、C 事情よりもちっちゃいわけですね。B 事情っていうのは C 事情よりもちっちゃいわけ。それは一つヒントですね。ただもう一個、ここを絞るためにどうするの？どうやる？ヒントはこれよ。今回、A 事情足す B 事情になったわけでしょ？じゃあ A 事情足す B 事情って、こうなるわけですよね。ラージ A とラージ B だったらラージ B の方が大きいか。じゃあこれどうなるかっていうと、こうなるわけ。これよく使いますよ、難関大だったら。自分で範囲を絞りたい、何か候補からね、絞りたいっていう時に、これが使える。することによって、B ってかなり絞られるんじゃないかな。例えば、せっかくならやりましょうか。2分の A 事情足す B 事情。はい、これ、2分のと。やると、100。60。まあ、8.5。まあ、ここまで丁寧に書く必要ないですけれども、こうなります。はい、したら B 事情。まあ、B 事情って書きますけど、B でもいいですよ。B って何の？はい、したら、これ以上、これ以下なわけですよ。1以上、2以下なわけ。ってことは、これ B って169しかありえないんですよ。B 事情ですよ。B 事情は169しかありえないから、B は13しかありえない。こういう風にして、ただただ列挙するんじゃなくて、一つ一つ何か今回やったら B に注目して絞っていきましょう。はい、14、15。一旦バーっと書きましょうか。はい、こうなります。次、14。はい、2乗すると196ですよ。これはね、ちょっとめんどくさいんですけれども、506-196すると、これは310。これ165。後で書きましょう。で、ここは225。この辺のね、2乗はもうインド式計算、皆さんならパッとわかるはずです。16、2乗、256、17、2、289、324。もうこうやってもいいし、よくね、平方数って2ずつアップするんですよ。これ
がプラス29、31、33、35。こう考えてもいいです。37ってことは361だなとか。でもいいです。どういうやり方でもいいです。400、441、480と。こうなるわ。じゃあ次、A 乗プラス B 乗っていうのは506からこれを引きます。これも引きますけれども、はい、506、281。じゃあここもね、大事なのは、これ見て、27、27。ここの部分が引かれてるだけなんですよ。したらこれ31なんで、こういう風に逆算すると250になりそうだし、次33引きますから217。35引きますからどう ?35 引くと182。で次37引くと145。次39引くと106。次41引くと、次43引くと、こうなるかな?ありましたよと。同様に考えていきますよ。はい、まずこれは割るにしてあげようと 140.5。こうなりました。ってことは、はい、B 事乗、ここ考えて。B 事乗っていうのは、はい、C 事乗よりちっちゃいよとなりますが、これ前提ね。例えば、この辺考えてみて。この辺だったらさ、11以上480以下ってあるけれども、よく考えると、B 事乗って当たり前だけど、これも言えるよね。つまり B 事乗っていうのは、これの最小値。ちっちゃいやつ。よりもちっちゃいよ。どっちもよりちっちゃい。ってことは、例えばここだったら165から196。なので、はい、13、14になりますよ。一旦上げていきましょう。次、140より大きい、平方数。12、13、14、15と225以下ね。はい、次125よりも大きいものは同じくこうなりますが、ここからは、はい、256、こっちの方がちっちゃいよね。こっちの方が大きくなって、こっちはちっちゃくなります。これとこの間にあるからこんな感じ。次は11、12、13、14ですね。はい、次91から182はこんな感じ。同様に考えていくとこうなるわけです。じゃあよ、こっから、それぞれ B ね、ここに代入して A は調べるんですかと。調べてもいいですけれども、何のためにこれ出したの?この辺の条件をフル活用しましょう。フル活用しましょう。はい、まず、ここ簡単。ABC はまあ絶対偶数なわけです。偶数かつ4の倍数。そもそも4の倍数じゃない偶数があっちだね。それどこかっていうと、ここですね。C が偶数になってますけれども、4の倍数しかダメだから、ここ全部削除できます。削除。はい、削除。削除。もうデスノートみたいになってますけれども、削除しましたよ。じゃあ、あとは何?他に何が削除できるの ?ABC のどれか一つは3の倍数ってことは、例えば3の倍数ここ。これ3の倍数なわけですよ。ってことは、それ以外に3の倍数あっちゃダメだから、ここ消えますし、ここも消える。で、あとは、偶数、まあ、4の倍数ですけど、4の倍数の時は、基本あと奇数だから、ここ消える。20の時もここ消える。いっぱい消えるよね。まあ、あといろいろね、こう考えて絞ることもできますが、そしたら何があと余ってるの偶数は、そもそも4の倍数だけだから、この辺も消えるのか。そしたら残ってんのは、はい、1、2、あ、これもダメだ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。この辺残ってますよ。13、まあ、これもね、もっと絞ろうとも絞れますけれども、あとは、それぞれ、この13をここに代入しましょう。まあ、13の2乗をね、代入して考える。すると、じゃあここ消しましょう。それぞれ。あとは、これはちょっと地道な作業ですよ。例えば、じゃあ、B がね、13で、C も13の時。まあ、ここに代入すればいいだけですよ。はい、したら、A 乗っていうのは、ここ引く、この2乗。だから、337引く、169、168。でね、これ平方数存在しませんよ。まあ、こういったことを、まあ、ドドーっとやっていきましょう。そしたら次、C が15で、まあ、ここ。またこの辺、ざーっと調べていくと、どんどん書きましょう。こうなって、この中で平方数のものは、こうなりました。あとはどう?この平方数をね、まあ、ルートつけたものが、ラージ A になります。ってことは、はい、それぞれあと考えましょう。はい、ABC。まあ、ABC 改めてですけど、このおかげで、こうなってますよ。はい、したらまずこの上、書きますと、9で、そして13。13で16。これ1個。次、同様に書いていきますと、さあ、こうなります。それぞれは何かっていうと、こうでしたよね。はい、こうなりました。ってことは、あとそれぞれ2倍したものが ABC ですよ。なんだけども、ここで正順に書いておきます。一般性を失わない、してますから、あとは分けます。分けるときに、これね、バーっと書くと、7×6 で42通りあるんですけれども、まあ42通りある場合も42通りね、書くしかないという方いますが、こういう風に、中括弧で書くことによって、その並び書いたものも要素に含めますよっていう意味になります。なので、はい、これそれぞれ2倍したものを書きましょう。ということで、この7つの、あとは入れ替え、42通りが答えになると思います。Enjoy. さあ、いかが出したでしょうか。大丈夫。あ、これね、2ですね。危ない危ない。全部偶数だよと。1個怖いなと思ったら、なんか代入しますか。これ代入しましょう。10、30、32。100足す900、1000足す32の2乗。32の2乗って2の5乗ですから、2の10乗。ちなみに2024問題で1個おすすめなのこのパターンもね、出るかもしれないです。まあ、たまたまね、今やりましたけれども、これ注意してくださいのと、あと、何度も言いますよ。何度も言うと、偶数がね、じゃなきゃダメなの。これ、ミスってますね。ちゃんと2倍になってるか確認しましょう。最後。こうやって書きミスでね、ご丁
点、10点落としたら嫌ですよね。はいはいはい、ちゃんと確認しましょう。 OK です。じゃあこれね、本番もやっぱり何度も言いますよ、皆さんが思考プロセスや考え方分かったとしても、本番こういったケアレスミスで落とします。だからこそ本当に最後30秒1分、こういう風に取ってもいいから、しっかり時間かけて見直してみてください。で、感動できたなって思った問題ほど見直すことで自信につながります。はい、ということで今回合評でね、セース2024オリジナル超レモン、まあ、かなり難問でしたけれども、いかがでしたでしょうか。ぜひね、別解とかもっとこの辺ね簡単に絞れますよっていうアイデアある方はぜひコメントに載せてください。今回動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。